です。そして車椅子ソフトボールチーム八王子レクスタリティ根頭です。お願いします。お願いします。まあね、またちょっとここに出てると思うんですけど、はい、増えたっていうのでちょっとレビューしてもらえればなと思います。はい。ではそうですね。まずじゃあこっちからいきましょうか。楽天の茂木英五郎選手モデルです。茂木、茂木、茂木英五郎。はい。はい、じゃあこちらです。じゃーん。はい、Z プロステータス軟式限定グラブのモデルとなってます。良平さんが買ったじゃないですか。双子グラブってこと？双子、まあ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 一緒は一緒だけどね。なるほど。良平さんが買った時のタイミングで僕も実はもうありまして、一応オーダーとは中に刻印でこう入ってはいるんですけど、これオーダーではなく限定モデル。以前僕が Z のあのグローブ紹介して今宮選手モデルを買った時の同じものに、そうですね、同じ時に入ってきてる限定モデル。なるほど。じゃあ僕がこれを買っていた可能性も十分あると。全然ある。うん、もうこれで片付け済み。なるほど。でこうつかみ取りチーム加工こなしてあるので、うん、結構ね動きやすいような感じになってるんですけど。あ、なるほど。確かにこういう動き。そうね、そうっすね。でこのウェブの感じといい何もかもがもう本当に源田選手だなと思って。ジョイントも入ってるし。そうなんですよ。指股入ってるし、まあ、あとは僕初めてこの指先のこのバッテンになってるのが、はい、バッテンになってるのは僕初めて使うんですよ。なのでまあ指先の強い打球とか、うんうん、どこまで対応できるのかっていうのはちょっとまだ僕試してないんで、はい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 、そこはちょっとこんな試していくような感じなんですけど。そうですね、僕もここの加工がされてるグローブって何個か持ってるんですけど、はいはいはい、まあなんとか追いついた時に負ける感は確かに少ないかもしれないです、ね、はいはい。いや結構ねちょっと僕はかなり気に入ってるもそうだし、ちょっと気になってる方になってるんで、うん、ある意味で初めて使う形でちょっと使っていこうかなとこれは思ってます。いや俺が欲しいな、このグローブ多分俺の方がいいって言ってるな。何言ってる何言ってるごめん。はい、じゃあ続いては、はい、まあこちらもう結構話題になってる、はい、モンタナスポーツさんではもう話題、さらにおなじみの GS グローブでございます。はい、はいはい、こちらです。じゃーん。おー、まあ僕も何回かはめたりとか使わせてもらったことあるんですけど、はい、こっちのタイプは僕使ったことなかったんですよ。はい、ちなみにこれあの今回型は完全に僕が一人でやったモデルです。こっちはですね、はい、モンタナスポーツでいつも僕のグローブを片付けしてくださる方がいらっしゃるので、はい、その方につけてもらったんですけど、今回こっちはですね完全に僕が全部やったグローブです。まあ、正直言うと逆にねこだわりにこだわり抜いて作った型になってまして、今ですね実はここにこっちです。あれ上さんが片付けたやつじゃないですか。そうです、こちら大江さん片付けした同じモデルです。これは、はい、まああのウェブの感じといいこの人差し指のね設置が違うだけです、ね、そうですね、まあこっちはのサンプルなんで、うん、モデルは一緒です。こっちの大江さんが片付けた方、僕が片付けた方、実はですねとあるところが違うんですね。ちょっと待って、当てたい。はい、いやでもこれはね多分カメラ越しなら分かると思う。ごめん俺すぐ分かったここが違う。そうですね、僕の方はですね逆巻きにしてありまして、大江さんの方は順巻きになってます。これはもともと順巻きで使うような一応グローブ、ね、まあそうやって売り出されてた、そう紹介されてた。でこっちはまああの片付けではもちろん許可得てるんであれですけど、うん、こっちは完全にこう掴むタイプのグローブなので、うん、親指とこの薬指ら辺がこうつくような、かなり深く、そうですね、だいぶ深いと思うんですよ。ただ僕の方は逆巻きにしちゃうので親指がまずこっちにこう開くようになったのと、あと大きな特徴があって僕めちゃめちゃ深くはしてないんです。薬指下にポケット叩いて作ったみたいな。そうです、これはですね完全にひねり取り、おお、そういうことか。はい、できるようにしたのと親指を効かせるためにこういう動きもできます。あ、なんで当て取りってここ普段押す人結構いるじゃないですか、うんうん、僕当てなくても当て取りすることなんですよ。補給体勢入ってここでこう取る感じ、薬指下ってことですね。そうです、ここポケットにボールを当てて取るっていうことが結構あるんですけど、なのでここにある大江さんが片付けたものとは全く違う形になってます。そうですね、多分これはめてもらうと分かるんじゃないですか。ちょっといいですか。ああ、なるほどなるほど、違うでしょ。僕大江さんの方の片付けのはめたことあるんですけども、全く確かに違うなっていう感じはしますね。あの僕がもともとずっと使ってたてっぺんさんの RM6 型、はいはいはい、開いてあの表柄だったんですよ、はい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 、めちゃめちゃ開くし当て取りもできてしっかり掴めるっていう型にしたんです。完全にもともとの型が深い分、はい、やっぱ深いところにもポケットはあるんですよ。そうです、ね、ただこっちのがこっちの奥のポケットが広いんじゃなくてどん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 こっちにまで広がっていってるようなイメージで、はい、当てれば入ってくれるっていう、はい、ようなイメージなのかなと思います。はい、実際多分はめてもらうと分かるんですけど、うん、フィット感もそうですし、あとは革質、うん、めちゃめちゃいいんですよ。まあ、GS グローブはテラダレザーですよね。テラダレザーですね。まあ、なのでもちっとした感覚の、はい、どちらかというとグローブにはなってくるので、意外と革って薄い方ですよね。これ薄いってありますか。多分薄いと思うんですよね。まあ、でグローブの
の特徴なんですけど、折り返しないんですよ。でかいグローブで。ああ、そうですね。ああ、全然意識しなかった。そうですね。折り返しはこれないので、はい、あのストレスなんかこう握ることができるかなと思います。で、まあ僕が使うんだったら、まあすごい柔らかくなってったらの段階ですけど、もし間に合わないってなった時、おしゃれにやってる。あ、そうそういうことそうです。分かってますね、やっぱり。これはちゃんと育ててってからできるようなことではあるんですけども、はいはい、まあ、いずれそういう風にも成長していけるグローブなのかなっていうのは、いや多分だからこういう大井さんの片付けたグローブっていうのがもう完全にこう掴み取りなんで、うん、こういうのが好きな人もいると思う、うん、ただ僕のみたいにこうがっちり掴まなくてもなんかポケットなくても取る人、うんうん、これ当てて取るとかっていう人はこういう方でもいいのかなと思います、うん、はい、本日の動画は以上となります、はい、あの今後も江頭くんこのチャンネルのお手伝いサポートメンバーとして来てもらえるので、どんどんサポートメンバーありがとうね、いつも。はい、この2つのグローブをあの見る機会も増えると思いますので、いいなと思ったら、まあ、どんどんコメントなり書き込んでいただければと思います。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。皆さんに、特に学生さん向けにプチプレゼント来たもん。マジいつの間に、まあさらっと話してだってよ、だってよ、みんな、あの僕もボーイズの取材とか行ってバッティングしてたんですけど、竹だ竹、右手握力だけだるぐらいしびれちゃったんで、まあ、そういう下手なだけ、下手なだけ、痛いのは痛いですね、下手なだけ。高校の時からやっぱり痛かったんですけど、そんな方々にこちらをプレゼントいたします。何これ何これ、あの衝撃球種。ああ、僕もなんか高校の時に他のメーカーので、まあ、竹バットだったり冬の練習で使ってたんですよ。親指につけてやるとあの衝撃が少しは吸収されるという。マジで、プロ野球選手なんかも吉田正尚選手がつけてたかな。え、あ、この間スポーツ王で石橋さんがつけてました、はい、そういったあの竹バット使ったりだとか、まあ、金属でも痛い時は痛いので、こちらを学生さんかな2名の方にプレゼントしたいと思います。これ色的に黒だから使えるんですよね、学生でも。なんで、まあもちろん試合だとちょっと違和感あるなっていうんだったら、練習でどんどん打つ時に使っていただいてもといったようなところで、まあ、学生さん2名にプレゼントさせていただきます。すごい、良平からの初プレゼント。まあちょっとまだカッコピチでもね、金額じゃないから。まあそうですね、うん、気持ちだから、ぜひちょっとまあそのうちでけえの待っとけって感じ。いや、良平の家にあるグローブでいい。あ、そうっすね。なんか1個ぐらい、1個ぐらい売りつくろう。でも、まあ、でかい方だと思うんだけど、でもまあそれもまあ一応企画してるもんね。まあまあまあ、何かっていうのはまだ発表してないですけど、はい、絶対どっかで暴れてやろうかなとは思ってるので、応募方法がチャンネル登録と僕のインスタの、これあげるので、インスタの投稿ね、にこれ関係の投稿するから、はい、そのコメント、ここにコメント、はい、で期間はまあ気まぐれで気まぐれって分かりづらで、また動画で発表と、はい、まあそのインスタでもまあそうです、ね、発表ね、当選者この方です、はい、と。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。ありがとうございました。はい、プリントするグローブはこれプラスこちら、見事これ、はい、Z プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ軟式用です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、超平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラス、モンダナさんの、インスタを貼ってますんで、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で源田モデル軟式内野仕様をプレゼント、熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして超平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があればぜひともコメントをよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた綺麗。